どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グルリ・インボーク、年末年始キャンペーンリ・インボーク、VS フェスキャラクター第3弾、今回はアキラ戦をやっていきたいと思います。使っていくのはクリスマスサンタ・アキラですね。まあ絵はやってるんで、まあ皮かぶってるのがねちょっとあれなんですけど、立ち方がさ、カスカ、カスカさんですね。カスカ、防御2000、4000、6000、8000で2万で、こっちがダメか50にアタックが、6000ということで、まあ、クレオシからしばいていこうかな。ですね、今回金木にはブレイクリジェネレーターをつけてるんで、まあまあまあ耐久戦はできるんじゃないかと。相手の攻撃力を下げつつ、こっちはねちまちま回復していくと、そういったコンセプトでございます。使わなくてもよかった、今使わなくてもよかったな、これしくったな、自分を抑えきれなかった。やべ、両手に花なんだけど右にドスケベサンタ、左にドスケベアサチュンアキラなの。ここはどんな結果、そんないかねえな、これやっぱ重蔵でやんなきゃいけないか、これなんかピンチですね。これ窓さんに打つでしょう。オッケー。次サンタアキラ貯めてえな、次あたりなんか来そうなんだよな。攻撃スキル来ない。どっちも笛口1使ってんじゃん。笛口2は。いつ笛口2出てくる。やべ、火力アップした。早くそのアップした火力を削いでやらねえとな。金木くーんで、金木くーんをねこうスキブ使って、いやどうしよう、スキブ使うとしたらやっぱアキラなのかな。スキブ使うとしたらアキラか。めっちゃ笑うとるやん、クレオシ。さあそのバフをかけた攻撃力を下げてやろう。今下がった、ブレイクダウンしか見えなかったんだけど、攻撃力下がったのかな。これで力、やべえ、拳で危ない。スキルかっけえな。つか あのさ、アキラのさ、最後スキル打った後腰に手を当てるのがかわゆすぎるんだよ、ね、ちょっと待ってください、ね、これ見ますね。アタック、ブレイクともに 50% にダウン。スキブで、あ、これ 300%。これ、スキブかけてないと、あれか ?2 ターンのままだけど、最初の前衛アタックが300になるだけか。ターン数は伸びねえのか。しくった。見事。まあ、でもいけるっしょ。次ぐらいでクレオシしばけると思うんで、見事。あ、このターンでいけそうだな。このターンで押し切るか、押し切ってもいいな。あ、ピヨった2人とも。オッケー。まあ、次ぐらいでね、アキラさんもいけそうですね。かっか、あら、今の持っていけるんだ。結構あいつ柔らかいな。じゃあブレイク的には悪く思わないでください。はい、ということで、VS フェスキャラクター、今回はアキラですね。フェスゲンアキラ、カスカ風味が漂うアキラでした。
はい、というかで、ね、お疲れ様でした。また次回の授業とかでお会いしましょう。